片岡登10月31日から2020年4月1日は日本の法学者、京都大学、京都大学名誉教授。専門は労働法。発行される書籍の中では片岡登とも表記される、京都府出身。1943年京都府立福知山、中学校卒業。1945年第三高等学校文科。 卒業。1948年京都帝国大学法学部、卒業。1950年京都大学大学院、特別研究生終了。1950年京都大学法学部助手。1952年、専任講師。1953年助教授。1962年、京都大学にて、英国労働法理論で、法学博士号塾。 1962年京都大学法学部教授、1978年度、法学部長、大学院法学研究課長、1979年日本、労働法学会代表理事、1989年、京都大学定年大館、名誉教授、留国大学法学部教授、1996年退職。この他に、 東京大学社会科学研究所県民教授、京都大学評議員、京都府労働基準審議会公益代表委員、日本学術会議第一部長なども務めた。専門領域は、労働法全域と、イギリス労働法で特に労働組合法、労働団体法を研究。労働協約論に造形が深い。2020年4月1日、京都市内の病院にて死去。 94歳没。法の一般理論、基本原理の分野では、加藤新平を、労働政策を含む、社会政策の分野では、岸本栄太郎に訓導を受けた。ありがとうございます。